ちゃん。こんにちは。さ、阪神が日本一になってから、はい、もうちょっと時間経ちましたけれども、そうだね、はい、まあ、改めてちょっと阪神の強さと、はい、今シーズンどうして優勝ができたのか。強いからそうなんですよね。その強さは一体何だったのかというのを豊さんに分析というか振り返っていただきたいなと。まずキャンプでのやっぱ緊張感が違ったわ、まあ、それは岡田監督に変わって、はい、一つ一つのプレーの精度をしっかり把握していってたね、監督が、はい、で納得できないものに関しては何回もやらせるという、はい、でチーム全体に緊張感あったっていうのを感じたのは、いつもだったらグラウンド降りて監督どことか聞くと、はい、あそこにいます監督とかって言ってくれるんだけど、まあ、平田勝夫、はい、ヘッドコーチ、はい、シーって待ってくださいって、ピーンと張り詰めてんだやっぱり、はい、そういう緊張感から、まあ、キャンプが始まり、そのキャンプで行ったことっていうのはコンバートを行った、はい、まあ、これはもう周知の承知だよね。佐藤輝明をサードにし、大山をファーストに持ってきて、中野をセカンドコンバート、はい、で木浪と小畑をショートで競わすっていうね、はい、で外野センターは近本、はい、で三重節か森下かみたいな、うん、でまあ新加入でノイジーがどうのこうの、まあいろいろあった中でシーズン始まりました。本当に不動のオーダーをこう敷けたというのが、まあ、一つの安定にもつながったし、はい、勝てる要素とすればすごく良かったと思うんだけど、まあ、その中で、まあ、調子が悪い、まあ、佐藤輝明、はい、こういった人間をファームに落とすとか、はい、それによってまた緊張感も生まれてきたよね、はい、でやっぱ我々もうかうかしてられない、うん、まあ、その間にね他の選手が活躍すれば使ってもらえなくなるし、うん、まあ、そういう緊張感がやっぱチーム全体にまあ広がったということ、その緊張感からか怪我人があまり出なかったということ、はい、計算されてたのが、まあ、浜地であったり湯浅の、まあ、セットアッパー抑えっていうのがねいたんだけども、もうその2人がダメだって言った時の危機管理能力、はい、まあ、昨年経験がある岩崎を後ろに持ってってとかね、いろんな工夫があったよね。そうですね。それとやっぱ岡田監督がファンまで全部見てるっていうことだよ。そこすごいですよね。で驚いたのが、たぶん今はな iPad でって、うん、いやもうそれもう遠の昔からあるけども、はい、あれで全部見れると、いけない時は、うん、だからそういうのをチェックしてる。でいろんなことの情報を人から聞くことじゃなくて自分の目でしっかり確かめて当事者と確認をし、はい、それでピックアップしてるという、まあ、それはいい例が桐敷だよね。そうですね、まあ、ジュニアオールスターでピシッと投げたのを見て、はい、あこれなんで使えるじゃないかっていうようなことで、うん、まあ、ピックアップして後半から、はい、まあ、先発で1回使ったけどもその後中に入れてずっと使い続けたという、まあ、そういうこともあるよね、うん、だからしっかり平等に見てるということだよ、うん、だから言ってたのが自分が行った時にハッスルするやつはたくさんいると、はい、でも iPad で見てるとちゃんと、うん、だから俺が行った時だけそうやってねハッスルするやつはダメだと、うん、いつも真剣に真面目にやってるようなやつじゃないとやっぱピックアップしないんだよ、はい、あとやっぱ生活部分、その例えば態度、三振した態度だとか、はい、まあ、エラーした後とか、うん、そういった時の態度をよく見てる、うん、そうですね、うん、だからこう喜怒哀楽っていうのは、まあ、出してもいいんだけども、それが激しくやるやつってやっぱね、いい成績って収められないんだよ、トータル的に言えば、はい、さざ波ぐらいで収めてる人がいい成績を収められるな。そうですよね、うん、それと盗塁数はちょっと減ってるんだよ、はい、減ってるけど内容が違うんだよね、うん、で先発ピッチャーの時はなかなか走らない、はい、走らせない。これなぜかというと先発ピッチャーっていうのはバッターにも集中してるしランナーにも集中してると、はい、でそこら辺での隙はあまり作らないと、うん、でもリリーフ陣っていうのはランナーには少しおろそかになる、うん、先発ピッチャーよりも。なぜかというとやっぱ抑える使命があるから、はい、だからそういう心理もよーく考えて後半走ってるケースが多いよ。あ、最初からバンバンいかないよ。いけるのは近本ぐらいで、うん、まあ、中野もそんなに最初から走るっていうことはなくて、やっぱ後半、はい、
こう走るというね、バッターにより集中した時にそういうサインを出すとかね、はい、それとかやっぱりよく選手を見てるだけに、これはバットが震えてないなって、思い切りがなくなってるなっていうバッターに関してはエンドランとか平気で仕掛けていくんだよ、うん、だから森下って空振り率が高いのに森下にもかける、まあ大山は4番だけどもかける、はい、うん、まあそうやって調子を上げさすとかさ、はい、だからそういうことも細かいことから言えばすごくよく見てるなっていうことが言えるよね。そうですね、うん、あとフォアボールの数にインセンティブをつけたっていう、まあこれな、はい、だからいかにそのボール球を振っちゃいけないかっていうね、うん、そのフォアボールが相手にとってのダメージが大きいかっていう、後から振り返るとね、まあそういうこともよく計算されてるし、まあその中でやっぱコミュニケーション能力だよね、うん、岡田監督ってぶっきらぼうみたいな、はい、そんな感じがするけど、やっぱりグラウンドをブラ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 してるよあの人で、ぐるぐる見てるってこと、だから取材行ったってゲージの裏にいないもんね。あ、そうなんだ、なかなか帰ってこない普通ゲージの裏ですよね監督って。でヘッドコーチに、はい、いや監督いつ来るんだよって言ったら、うん、待ってください、サトテルが終わったら来ますから必ず、うん、もうルーティンみたいになってんだよ、はい、だからその中で何をしてるかというと会話をしたりだとかさ、選手にポッとしたアドバイスをしてるとか、はい、そういうことも細かにやってる岡田監督は。例えば戦う戦術だってバッターボックスで状況によってこういう打ち方とか、そこからコミュニケーションで教えたりっていうのもあ、ね、まあだからボールの待ち方とか、うん、そういうことっていうのはやっぱなかなか教えられてないっていうんだよね岡田監督いわく。それを解いていくとどん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 聞いてくるっていうんだよ、うん、いやこういうケースはどうのこうのとか、はい、だからね今の子はやらないんじゃなくて教えられてないからそういう発想がない、だからそういう発想を与えてあげるとどんどん今の子は賢いから考えてくるって言ったらな、うん、みんなコンプラだとかさパワラだとか怖がってね、選手に何も言わないんだけども、まあ、岡田監督に聞いたらそれはそういうことはあるかもわからないけども、まあ、言い方は変えてるよと、うんうん、だけどそういうことを気にしててもこっちの動きも取れなくなるし、まあ、それはあんまり気にしない。ただちゃんと説明してやって教えていくとどんどん吸収していくって言ってたよ。そうなんですね、うん、だからまあそこら辺もやっぱまあちょっと違ったんだろうなっていうのは思うよね。その豊さんや岡田監督が現役の時の時代の教わり方と今の野球のやってる選手たちの教わり方っていうのはやっぱ多少違うものあるんですか？それ全然違うよ俺らはもううんもすんも言わずに殴られてたけどね、やれって、はい、いやだけど今はやっぱり理論だってこうだからやらなきゃいけないという、だからやってみようよみたいな、やらせ方っていうのはいろんな形があって、今の子供たちっていうのはやらせ方を教えるとどんどんやっていくというね、まあ、そういうことがあるよね。それと岡田監督がやっぱ抗議をする。そうでしたね、審判に、はい、あの姿ってやっぱ戦ってる姿なんだよね、うん、他の球団の監督がやらなかったかっていうとやったかもわからないけどもちょっと違うんだよね。岡田監督はしっかり正論を突き進もうとする、うん、それによってルールが変わった事例もあるしね、はい、まあ、そういった意味では戦う姿勢を監督が一番見せてるというか、はい、そういうので一つになるというかね、まあ一つあれ中野か中野じゃないな、誰か走って強打の足が挟まって、熊谷選手ですね、熊谷か、はい、アウトになった時はあるけども、はい、本当は抗議っていうのはリクエストを出してるだけにできないんだけども、はい、その言葉尻を取って違うんじゃないかっていう抗議に行ったけど、あれはあれでいいと思うんだよね、戦ってるわけだから、はい、ああいう姿を見せてくれたりだとか、それとやっぱ岡田監督が慌てないな。そうですね、何があっても慌てない、うん、どしっと構えてる、だから選手たちも動揺しないし、はい、落ち着いて戦えるっていう、そうでしたね、いうこともあるよね。例えば代打にしても、あと投手の代わり時にしても、岡田監督が見せてくれる野球っていうのが、今新鮮ですね、逆にすごく。昭和の野球だけですね。そうなんですよ、そうなんですよ。もう惜しげもなく来るという、はい、でも負ける時はリスクを伴わないという、うん、これはね、もう一人一冊で行った試合もあるし、チームがちょっと低迷期に入った時に村上を完投負けさせてるんだよね、はい、でリスクを伴ってないんだよ、リリーフは休ませるっていうね、だから3連投とか今させない監督っていうのはいるけども、初めからそうじゃなくてやっぱ試合の中
どういう進め方によって酷使させるかさせないかっていうのはよく考えられてるんだよね、うん、そこら辺はちょっと違うなっていうふうに思うな。そうですね。いや、その投手陣とかでも例えば今シーズン青柳投手とか西勇輝投手ってエースと言われる投手が途中いなくなってたりファームに行ってたり、その中でも補えてたっていうのも、補えるのはすごいですよね。いや、昨年まで投げてなかった村上、はい、で大竹、はい、これが22勝2人で村上が10で大竹が12、この22勝っていうのは昨年なかったことだから、だから西復帰青柳を休ませられるんだよね、調整させられるんだよね、はい、で終盤戦西勇輝が復活して、うん、日本シリーズで最後青柳、はい、感動するよな。いや、感動ですよ。だって開幕戦京セラで青柳投手でやって始まって、うん、そこまでずっと温めておいて最後の最後に使うという、まあ、うまくいけばね強いというような、うん、まあ、そういうことにはなるんだけどさ、でもそこはやっぱ岡田監督っていうのは計算通りにいったのかなっていう、最後は確固たる実績のある、まあ、最多勝も取ってる、やっぱプライドもあるだろう、ね、青柳を持ってったっていうのはさ、ここら辺はやっぱこう岡田監督がよく考え抜いてね、まあ、やってるなっていうような感じがするよ。あと日本シリーズでも湯浅投手を上げた時、一、はい、打者の時ですよね、一打者で、あの時にその岡田監督が勝利監督インタビューで、そのもちろん湯浅投手のフェニックスでの状態を見ていいの分かってたけど、あそこで大歓声が上がってオリックスに行きかけた流れを断ち切れるのはファンの方の歓声だと思ったっていうのも、それすらも計算してっていうところもすごいなっていう。いや、だからファンの力っていうのもしっかり戦力としてね、はい、岡田監督は考えてるということだし、うん、まあ、湯浅もね、1球であの時っていうのを打ち取ったんだけども、はい、雰囲気は確実に変わって、それがなんかサヨナラに結びついたっていうのは俺も感じたし、 あれから流れが変わったっていうのが、俺も毎日日本シリーズの動画を上げてたけども、やっぱり湯浅で雰囲気が変わったって思ったぐらい、はい、やっぱすごかったしね、うん、そういう意味ではやっぱこう強かったよ強かったですね、うん、で、ムチ入れてないっていうもんな、岡田監督に。そうなんですよ。で、彼らはもっと強くなるっていうことも言ってるし、うん、あとその岡田監督がやっぱり今シーズン大型連敗しなかったっていうのも話してた、まあ、やっぱり村上、大竹、うん、このね、新しい戦力っていうのが安定的に活躍したし、伊藤将司もいたし、だからそんなに大型連敗はね、うん、する雰囲気はなかったけども、まあ西純也、はい、もう先発でダメだと思ったら中に入れて、うん、はい、なんとか戦力に差し差しね、うん、梅ちゃんで行って坂本を使いながら、また梅ちゃん行って坂本の方がいいんじゃないかという声がありながら、いや、主力は梅ちゃんだと言い続けながら、まあ、坂本を使ってどうのこうので梅ちゃんが怪我した時に、その使ってた準備がやっぱ後半つながったよね、うん、だから危機管理能力も高いし厳しいしね、野球に関しては。でも例えばエラーの多さっていうのは特徴っちゃ特徴だけど、まあ、日本シリーズで感じたのはやっぱエラーが多かった。エラーが多くてもあの緊張感の中でいっぱいいっぱいプレーしてると、まあ、その中でのミスは仕方ないという、受け入れてやるっていうことも前回の時とは違ったと思うんだよね、はい、でやっぱ年を取ると受け入れる器、許せる範囲が広くなってるというか、若い監督だとあんなところでエラーしたら野球なんないよとか、まあ、そういうコメントも出てきそうなところをね、受け入れるっていうことも、うん、できてるからいいよな。そうですよね、うん、あとベンチでその怒ってる姿は全くないんですけど、裏では怒ってるらしいあ、そうなんですかいや、でも試合は試合で、反省は反省というふうに分けてるんだと思う、はい、それすごいですね、うん、本当に緊張感があるチームだなって思うよね。だからみんなあんまりおちゃらけないでしょ。あ、確かにそうですね、うん、みえちゃん主役じゃないよっていうぐらいおちゃらけられないのよ。でも勝負ってそんなもんだから。ですよ、ね、でもこう勝った時には弾けなさいよみたいなところもあるしね、うん、はい、うん、まあいいキャラしてるし、はい、あのチームを誰が持っても優勝させるかっていうと、うん、俺はそうではないと思うね。
それやっぱり岡田監督がいたからこそっていうのが、まあ、そうだね、うん、ただその矢野監督がね、前回のよく選手をね、うん、育ててたっていうことも、はい、もちろん忘れちゃいけないことだしね、うん、だからそれを受け継いで岡田監督が優勝に導いたという、いや素晴らしい優勝だったな。でもこの阪神の強さはどうですか、来シーズンも岡田監督が率いてる限りはちょっと当分続きそうですかね。続く、うん、やっぱね緊張感がね続けば続くよ、うんうん、これはいくら給料が今年みんなが上がろうが何しようが勝負は勝負、給料は給料ということで岡田監督は分けるだろうしね、はい、だからあの緊張感というのはやっぱ保たれたままだと思うよ。あと平田がいいヘッドコーチだな。いいんでしょうね横についてる。もう本当にねあいつはいいやつなんだよ。いいやつだけど最初に星野さんについてるから。あそうなんですね、阪神の時の星野さんですか、うん、だからもう少々のことじゃ動じないよ。確かに度胸も座ってるしね、うん、で叱るところはちゃんとね監督に代わって叱ってるし、うん、だからそういう意味ではやっぱチームのバランス、そういったものもいいんだろうな。ですよね。ただねやっぱりセリーグのチームもこの阪神を倒していかないと優勝っていうのは見えてこないので、来シーズンもう若い監督がいる中、まあそうだな、どうやって食らいついていくかね、楽しみではあるけども、はい、うん、中島監督も岡田監督、阪神の圧力っていうのに甲子園球場ではちょっと違ってたよね。やっぱ自分も仕掛けなきゃいけないっていうなんか焦りみたいなのもあったような気もするし、はい、その焦りを誘発する岡田監督のどっしり感っていうのもなんか見応えはあったけどね、はい、でも中島監督も度胸座ってればやっぱり優勝してる監督って度胸座ってんな。パ・リーグ3連覇ですからね。まあそうだな。だから言えばもっとあるけど、うん、ね、大まかなことをね話をしていたけどもね、はい、本当に素晴らしい優勝だったな。そうですね、はい、まあねこれから秋のキャンプ、そして来シーズンの春のキャンプ、そしてシーズンインしていくっていうことで、また阪神がどういった戦いを来シーズン見せてくれるのか、はい、まあ久しぶりの優勝でね日本一、相当な疲労度が溜まってると思うんだよ、はい、この疲労度を来年にもし越さないようにしといてほしいなと思うよね、うん、高揚感がずっと続いてて、はい、テレビ局もね、うん、まあ、関西の方ではもうどんどん出てるだろうし、はい、だからそうやってなんかこう疲れてないようだけども、はい、ふと自分に帰った時には相当疲れてると思うから、はい、やっぱその疲れは来シーズンに持ち越さないように、はい、それがファンへの恩返しだからね、うん、しっかりしたオフを、はい、まあ、過ごしてほしいなと思います。はい、はい。